細川ガラシャの一生。1563年に終わり、織田信長の家臣、明智光秀の三女として越前で生まれる。母は妻木ひろ子、ガラシャは後のキリスト教洗礼名であり、本名は玉子とも言う。16歳で細川忠興と結婚する。夫は父と同じく信長の家臣である細川雄斎の長男であり、信長の発案による結婚であった。だが夫婦仲は極めて良好だったという。翌年には長女を授かり、その後も夫との間に子を設ける。17歳で長女、お蝶、18歳で長男、忠敬、21歳で次男、沖明、24歳で三男、忠俊、26歳で次女、忠の計5人を授かる。その間出世する夫を支えたものの、20歳の時父、光秀が起こした事件により、夫、忠興に2度ので幽閉される。父が主、信長を自害に追い込む本能寺の変。謀反人の娘となった玉田が夫の計らいで幽閉されるだけで事なきを得る。父は同じく信長家臣の橋場秀吉に敗れて死去する。その後信長の実質後継者となり夫の主にもなった秀吉の取りなしもあって、監視され続けながらも幽閉が解かれ、25歳でキリスト教徒、ガラシャとなる。元は夫と同じ禅宗を信仰していたが、高山右近からカトリックの話を聞いたことで興味を持ち、夫が九州へ行っている間に教会に行き、最終的に入信。玉の侍女たちも洗礼を受けてキリスト教徒となる。だが同時期に秀吉からバチェレン追放令が出され、夫にも怒られるが最終的に黙認される。入信前は気位が高く激しい性格であったが、キリスト教の教えにより謙虚で忍耐強く穏やかになったという。その後も夫を支えるが、夫との仲が少しずつ悪くなる。入信が影響しており、ガラシャは離婚を考えるほどになってしまう。だが38歳の時に石田三成に屋敷を襲撃され死去してしまう。この時夫の主であり日本を統一した秀吉はすでに死去。日本は秀吉に恩義がある三成側と対等した徳川家康側に分かれていた。夫は家康側に所属し、三成は妻のガラシャを人質に取ろうと屋敷を囲む。ガラシャは助からないと悟り、小笠原秀清に解釈させて屋敷に火をつけて死去する。夫はガラシャの死にひどく悲しみ、キリスト教会葬にも参列、その後総前寺へ改葬もした。ガラシャの改宗から死までの人生はイエズス会によりヨーロッパに知れ渡り、戯曲、強き女、またの名を、丹後王国の女王グラツィアが制作され、特にオーストリア、ハプスブルク家の姫君に好まれたという。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録をお願いします。それではまた次回。